なぜそこに、衝撃の場所で生活する生物参戦。1、隠れ魚。太平洋などに生息する全長約20センチほどの細長い魚。驚くことにナマコの肛門から体内に侵入しその中で生活をする。1匹のナマコの肛門に15匹の隠れ魚が入っていたこともあり。いくら生存戦略とはいえさすがにナマコがかわいそう。2、黒星ヒラアジ。熱帯の海に生息する最大全長40センチほどのアジ科の魚類。クラゲの傘に入り込み周囲にいる捕食者から身を守って生活する。しかし誤ってクラゲの触手に触れてしまうと自身も刺されるため全く安心はできない住処。3、魚の絵。全世界に生息する全長約3センチほどの寄生虫。エラから宿主の口に侵入し舌に取り付いて体液を吸う。舌を吸い尽くし餌させた後は魚の餌を横取りする。そんな彼らについた異名は、お口の恋人、